中途さんは娘の教育のためにも期待するのはやはり経済政策だと思います。証券業界の有名な時代で、まあカツカツでやってたんですけども、今までであればちょっと今月ぐらいしかちょっと浮かしてあげられないかなと思ってます。なかなかそういう状況の中で少し余裕が出始めてきたので、娘もちょっと私立の